リリ。リリ、まだ戦える？はい、お姉様。と言っても、私たちだけでは勝負にならないわね。はい、だけど、時間を稼げば、きっとみんながやっつける方法を見つけてくれます。そうね。マグネシア！気づいてくれたんだ。ノインベルト戦術、あんな距離で面白いことしますね。一つ柳たい結界の外からってわけね。てかその前にユウとリリちゃんはなんで戦えるのよ。カリスマ。はあ、リリさんは前にもユウさんのルナティックトランスを沈めているわ。同じように彼女のレアスキルカリスマがヒューズの結界に干渉しているんじゃ。なるほど、カリスマね。いえいえ、だからってそこまで。なんかいつもより調子いいな。こうやって絶好調だ。いつもより体が軽い。ユユ様、リリさん、マギスピアが来るわ。私が受けるから、フィニッシュはあなたが。なんですって。失敗だわ。逃げなさい、リリ。お姉様が逃げてください。たまには私の言うことを聞いたらどうなの。あなたはたまには出演ギリなのよ、私は。なのに、リリは私の言うことなんていつも聞かなくて。お姉様が私のことそんな風に思ってたんですか。そうでしょう。あなたはいつも気がつけば私を置いてきぼりにして。自分より他人のことが一生懸命で。マジ薄いすぎてる。いくよ、進み。はい、サラハネ様。おいやマジスピアだ。さあ、リチ、アラヤ。これだけでチャームが限界だなんて、どんだけのマジスピアなのよ。かなりヤバいやつよ、気をつけて。望むところって、あと頼むわよ、みんな。マギスピア、まだみんなが繋いでくれているんだわ。いっけー。やー、仕方ないわね。私たちももう一度チャンスの限界まで。ギリ様と